皆さんこんにちは、さちねです。今博多の方に来ていまして、明日から、クロアチアに、仕事で、行ってきます。で、前泊ということでメスホテルに泊まってるんですけども、これが寝巻きです。こっちのちょっと韓国っぽいですよね、はい、全然あんまり、準備ができてないんですけど、ちょっと焦りながら書類を整理したりとかしてるんですけども、まだもうちょっと余裕があるので頑張って、勉強をしたいと思います。はい、じゃあ、多分仕事中なんで向こうからは、動画アップは厳しいと思いますけども、まあ、写真とか動画とか、撮れるようだったら撮ってきて日本に帰ってからアップしたいと思います。はい、では行ってきます。西日本をご利用くださいましてありがとうございます。可愛くないですか、このポスト、ハート型のポスト。今回はですね、前泊ということでホテル WBF さんにお世話になることになりました。ちょっとでも遠いな、博多駅から10分ぐらい荷物を持って歩いていくんで結構遠い感じです。でもちょっと中はおしゃれな感じだと思います。中になります。部屋は301のシングル、はい、結構ね狭いです。これで6680円。この駅からの距離を考えるとちょっと微妙に高いかなっていう感じですけど、まあしょうがないね、ギリギリだったんで。こんなに部屋が狭いのになぜかテレビめちゃでか。ついてますね、いろいろ。コーヒーも、お茶とかもついてますね。で、ドライヤーが、冷蔵庫もついていて、そう、こんな感じの、寝巻きもついていますね。韓国で、韓国っぽいの、服が。そうで、目覚ましついていて、そう、電話の代わりにこれモバイルフォンが、スマートフォンが置いてますね。で、お風呂、あー、でも綺麗ですね、すごい綺麗。わー、意外に綺麗。
バスタブもちゃんとあるし、コーラのボディシャンプーとシャンプーリンス、これなんだ、あ、ハンドソープまで置いてある。センスはいいですね。はい、あ、ちゃんとウォシュレットもね、あるしね。お風呂はいいですね、普通のビジネスホテルよりも。こんな感じです。今日は寂しくですねコンビニのお食事となります。醤油焼きうどん、それとワンタン醤油味とひじきで、デザートにレアチーズシューで、私の大好きな、フローウロン茶ですね。と明日の朝食はついてないんで、サンドイッチ、全粒粉のベーコンエッグトマトサンドと、あと白チーズクリームパン、これ結構好きなんですね。これとあとブルーベリーのヨーグルトドリンク、これ明日食べます。はい、超寂しい食事です。食後は頑張って勉強を、明日の勉強します。この前羽田でですね、自動化ゲート、出入国管理の自動化ゲートの利用希望のですね、登録を済ませてきました。明日成田で使えるかな、微妙だけど多分使えると思う。機械で通すとね、楽です。仕事が終わったので、これからカレーを入れます。いろんな美味しそうなカレーがいっぱいある。プリンを凍らしてる感じですね。初めて食べる味、美味しい。